えどうも、ゆきひろです。今日は FX におすすめの取引時間は、値動きが激しく、利益を取りやすい時間帯3つというテーマでお話ししていきます。でまずは簡単に僕のプロフィールを紹介しておくと、僕は国内の銀行と香港の金融会社を経て専業トレーダーになりました。で2007年からもう10年以上トレードを経験しています。で今日はそんな僕が FX におすすめの取引時間は疑問に思っている方に対して、 値動きが激しく、また利益を取りやすい時間帯っていうのを3つお伝えしていきます。また逆に取引をしてはいけない時間帯っていうのも合わせて教えていくつもりです。ということで、値動きが激しく利益を取りやすい時間帯。これ結論言っちゃうと、三大市場、東京、ロンドン、ニューヨーク、これらの市場がオープンしてから2、3時間が良い時間帯になります。これ具体的に図で示すと、 この色が濃い部分ですね。11月から3月までの冬時間だと、まず午前9時から10時、これが東京市場のオープンです。で、その後夕方の16時から18時、これがロンドン市場のオープンですね。で、その後夜の23時から1時、これがニューヨーク市場のオープンです。で、これが4月から10月までの夏時間になると、午後から時間が1時間早まります。 でこの図に表している時間帯というのが流動性が高まって値動きが大きくなる傾向にあるんですねなので手法が順張りであればこれらの時間帯に絞って取引するといいですし逆にこれらの時間以外ではレンジになりやすいので逆張り派が有利になりますで特にこの3つの時間帯の中でも16時から18時のロンドン市場というのはゴールデンタイムで まあどの通貨も動きが活発になって、かつ値動きがまあ素直なんですね。なので、稼いでる FX トレーダーの大半は、ここが主戦場となってます。で、まあ、三大市場、東京、ロンドン、ニューヨークって言ったんですけど、これらについてちょっと詳しく説明していこうかなと思います。まず、通貨、まあ、為替ですね。は、世界中のどっかで、絶えず取引されてるんですよ。 これが世界各地のカオセ市場のオープン時間なんですけども、まあ朝4時、ニュージーランドのウェリントンから始まって、そこからアジアに行きますと。で、中東に行きます。ヨーロッパに行きます。で、最後アメリカまで行って、で、その後、またニュージーランドへ戻ると。こういうふうに、あの、時間帯がそれぞれずれていって、で、結局、まあ、 つなげれば24時間常にオープンしてると。なので平日なら24時間いつでも FX トレードすることが可能なんですね。で特にこのオレンジのグラフが重なるところでは、まあ、市場が重なるので当然取引量も多くなります。なのでその時間帯では流動性が高くなって値動きが活発になりますよと。で特に世界三大市場と言われている、まあ、東京、 ロンドンドニューヨークの時間帯というのはその傾向が最も大きく現れるところですじゃあこの東京ロンドンニューヨークこれらの市場のそれぞれの特徴を簡単に説明していくとまず東京市場ですね時間帯は朝の9時から15時までとなってますでこの時間帯は日本シンガポール中国なんかのアジア勢が多く参加してくるところで まだ日本とか中国とか、あとオーストラリア。こういった国の大きな指標発表がある時間帯でもあります。なので、まあ、クロス円であったり、オセアニア通貨ですね。これらがよく動く傾向にあります。で、特に五等日はクロス円が動きやすくて。まあ、この五等日、説明するとちょっと長くなっちゃうんで、詳しくは動画の概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方はそちらを見てください。 で、この東京時間11時を過ぎると、まあお昼休みとなって取引量はだんだん減少してきます。なのでまあ値動きはそこからゆっくりと収まる傾向にありますね。で、東京市場ってこの世界三大市場の中で最も小さい市場なんですよ。で、世界全体の取引高の5%ぐらいしかないんですね。なので、他のロンドン、ニューヨーク市場と比べると値動きは小さい傾向にあります。で、 レンジで終わるっていいうことも多でです。では次ロンドン市場ロンドン市場は時間帯は17時から3時ですねでこれ夏時間になると1時間早まりますでこの時間帯になるとドイツイギリスフランスといったヨーロッパ勢が多く参加してくるようになりますまた EU であったりドイツであったりイギリスなんかの大きな指標発表があるのも この時間帯ですなのでまあこの時間帯はユーロとかポンドとかを中心にまあどの通貨でも大きく動く傾向にありますで朝からずっとレンジだったっていう通貨ペアはこの時間帯にブレイクする可能性が高いですねでまあそれまでずっとレンジで力を貯めてた分素直に値が伸びるっていった傾向がありますなのでまあ先ほど僕この ロンドン市場の時間帯が、まあ、ゴールデンタイムだよって言ったんですね。で、このロンドン市場の時間帯、19時ぐらいを過ぎるとお昼休みになってきて取引量は少なくなってきます。なのでそこから値、ね、動きっていうのはゆっくり収まっていく傾向にありますね。で、このロンドン市場は世界三大市場の中で最も大きい市場になります。で、世界全体の取引高の40%を占めるので、 まあめちゃめちゃ流動性が高いと。で、流動性が高い。しかも値動きも素直。っていうので、まあ一番エフェクトトレードをしやすい時間帯っていうふうになりますね。では最後、ニューヨーク市場です。ニューヨーク市場時間帯は23時から7時です。で、これも夏時間になると1時間早まります。で、この時間帯になると、まあ世界一の資金量を誇る アメリカの市場参参加加者が参加してきます、ね、で、アメリカの大きな市場発表があるのもこの時間帯です。なので、この時間帯ではまあドルストレートを中心にどの通貨でも大きく動く傾向にあります。で、この時間帯で忘れてはいけないのがロンドンフィックスですね。ロンドンフィックスっていうのが午前1時にあります。で、ロンドンフィックスって何かっていうと、まあ、東京時間における 中根みたいなもんです、ね、なのでまあこの時間が近くなってくるとユーロとかポンドとかそういった欧州通貨の値動きが激しくなる傾向にありますでこのニューヨーク市場も午前2時を過ぎるとお昼休みに入っていって取引量は少なくなっていきますなのでまあそこから値動きはゆっくり収まっていくんですけれどもまあ、F、たまに FOMC なんかがあると値動きが大きくなるんですがまあ それがなければ、値動きっていうのはだんだん収まっていく傾向になりますね。で、このニューヨーク市場、世界三大市場の中では2番目に大きい市場です。で、世界全体の取引高の20%を占めてて、で、かつ、まあ、重要な指標発表が多いので、まあ、そう、ロンドン時間のトレンドが急激に変わったりだとか、っていうことがある時間帯です。なので、ちょっと癖がある。 時間帯ですねでここまで三大市場の説明をしてきたんですけども、まあ、注意点としてこの三大市場が切り替わる時間帯、まあ、具体的にはロンドンあ東京からロンドンに切り替わる16時ごろそれとロンドンから、えー、アメリカ市場に切り替わる23時この2つの時間帯というのはちょっと注意が必要です。 なぜかっていうと市場が切り替わるタイミングでそれまでと逆方向に値が流れることがあるんですよなのでそれまで順調に積み上げていった利益が市場をまたぐと消えるっていうことがあるんですねでこれ特に東京からロンドンに切り替わる際にその特徴が大きく現れますこれ実際にあのチャート図に載っけたんですけど ここが15時。なのでまあ切り替わる時間ですね。これ夏時間のチャートだったんで15時なんですけど、そう、東京時間ではこう継続してダウントレンドだったのが、この15時を境に急にアップトレンドに切り替わってます。東京時間とロンドン時間でトレンドが逆方向なんですね。で、これなんで逆のトレンドが発生するか。理由は3つあって、それがこれです。ポジションが決済される。 ストップ狩りが行われる。経済指標が発表される。でまずポジションが決済されるからちょっと説明していくと、まあ、市場参加者の多くっていうのは短期トレーダーなんですよ。で、彼らっていうのはまあ短期なんで、ポジションを翌日に持ち越すのを嫌がるんですね。なので、まあ、マーケットがクローズする前に、反対売買をして、まあ、買いで入っていたら売りをする。売りで入っていたら買い戻す。っていう形で、 持っているポジションを確定させるんですよ。すると、例えばこれまで海外優勢であったのなら、市場が閉じる間際に売りがドッと出るわけで、その結果として、それまでとは逆方向に値が触れると。つまり、今まで海外優勢でどんどん上がっていってたのに、その市場をまたぐことでガツンと下がるっていったことが起こります。で、次、2つ目、ストップ狩りが行われる。これどういうことかっていうと、お、まあ 金融機するとその東京支店での売買注文がどうなってるかこれロンドン支店の人たちは手に取れるように分かるわけですよするとロンドンのトレーダーがあえて顧客のストップが多いゾーンっていうのを狙うことがありますでストップを狙うっていうのはどういうことかっていうとまあこれまでとは逆の方向に 根を動かすとということなんで、まあ、そういった要因によってもこの逆方向に動くっていうのは起こり得ますねで最後3つ目の理由経済指標が発表されるこれどういうことかというとマーケットが切り替わる時間帯って経済指標の発表が行われる時間帯なんですねなのでその指標の結果によってそれまでって気づかれてきた相場の流れっていうのが大きく変わることがあるんです例えば その東京からロンドンに切り替わる16時ここはヨーロッパ一の大国であるドイツの経済指標が発表されますしあとロンドンからニューヨークに切り替わる22時半から23時この時間帯はアメリカの雇用統計であったり GDP であったりめちゃめちゃ大きな指標発表がありますなので、まあ、こういうのに対応するには、まあ、市場が切り替わる際にできるだけポジションを決済する っていうのが挙げられますねどういうことかというとまあそれまで伸びてきた含み益も市場が切り替わるタイミングで逆行にあってまあ含み益がなくなっちゃうかもしれないとなのでまあその前にポジションを決済するとでどうしてもポジションを持っておきたいのであれば、まあ、例えば一旦ポジションをクローズして次の市場参加者の動きを見ながら同じポジションを再構築するっていうようなことができるかなと思います また、時間帯によってトレード戦略を変えるっていうのも、まあ、ありっちゃありです。例えば、市場がオープンしてから、しばらくは順張りで攻めて、で、市場が切り替わるタイミングで、逆張りを仕掛けるみたいな。ただ、まあ、順張りも逆張りも完璧にこなせる人って、そんなにいないと思うんで、これは本当に熟練したトレーダーじゃない限り、おすすめはしないです。 ということで、これまで、その、取引すべき時間帯っていうのをお伝えしてきたんですけど、ここからは逆に、取引すべきではない時間帯についてお伝えしていこうと思います。で、為替市場って、その、先ほど説明してきたのとは逆に、流動性が死んで、ほぼほぼ動かなくなる時間帯っていうのも存在するんですね。で、そういった時間帯って、まあ、エフクスしてはいけない、エフクスしてはいけない時間帯、 となります。で、それは大きくこの3つがあって、まず1つ、取引通貨の市場でない時間帯。で、2つ、重要指標の発表前。で、3つ、休日刻の時間帯。これはそ,それぞれ説明していくと、まず、取引通貨の市場ではない時間帯、どういうことかっていうと、これ具体例を挙げると、例えば午前中はユーロドルの取引をしないようにする。といった感じです。これなんでかっていうと、 ユーロ、ドル、これって、欧州通貨と米国通貨の組み合わせじゃないですか。なので、アジア市場で取引されることって少ないんですね。なので、まあ、午前中のアジア市場では取引しないと。でこういうふうに通貨ペアによって、価格が動きやすい時間帯、動きにくい時間帯っていうのがあるので、まあ、それに合わせて取引するっていうのがすごい大事です。 で、大体日本円は日本市場で動きやすいし、まあユーロはロンドン市場で動きやすいし、米ドルはニューヨーク市場で動きやすいしで、まあ市場に合った通貨ペアを取引するのが大切になります。で、逆に取引市場に合わない通貨は取引しない方がいいです。で、次二つ目、重要指標の発表前。これどういうことかっていうと、例えば米国の雇用統計とか、そういう 重要指標が発表される前っていうのは、なるべくトレードを控えた方がいいです。これなんでかというと、市場参加者が指標の結果待ちに入るんですね。みんなあんまり取引しなくなるんで、値動きがなくなっちゃうんですよ。なので、まあ、あらかじめ重要度が高い経済指標が控えてないか、これ確認しておいて、アラートを設定しておくといいですね。 で、そのアラートが鳴ったら、まあ取引をやめる。ポジションを持ってたらクローズするだったりだとか、まあチャートを見ていたらチャートから離れる。っていったことをしましょう。で、このアラートの設定について詳しくは動画の概要欄に貼っておくので、もし興味のある方は見てください。で、最後に休日国の時間帯。これ何かというと、例を挙げれば、例えばアメリカが祝日で休みの時は、 夜に FX トレードをしないといとった具んで,でかっていうと、まあ、夜、米国市場、ニューヨーク市場が一番大きい市場になるんですけどそこがクローズしているので値動きが発生しにくいんですねで、同じような考え方で日本、シンガポール、中国これ、いずれかの国が休みの時はアジア時間では FX トレードしない方がいいですまた、イギリス、ドイツ、フランス これらの、いずれかの国が休みのときは、欧州時間ではトレードしない方がいいです。まあ理由は一緒ですね。で、最後、取引時間を決めようっていうことなんですけど、まあこれまでの説明を参考に、FX トレードする時間、しない時間、ちゃんと決めておいた方がいいです。そうすることで、生活にメリハリがついて、FX トレードする時間は、 しっかりと集中できますでその結果としてつまらないミスをしたりだとかタイミングを逃すことっていうのがなくなってくるんですねで取引する時間を限定すると、まあ、トレードする回数も自然と減るので FX トレードの取引の回数削減にもつながりますでそうすると、まあ、自然と無駄な取引が軽減できて利益のアップにも貢献するんですね でこのように取引する時間帯をルールで定めるっていうのはいいことだらけなんでぜひ取り組んでいただけたらなと思いますちなみに僕はこの一番頭で説明したこの時間帯ですねちょっと出てこないなこれこの色が濃い時間帯しか基本トレードは行いませんということで最後まとめです 世界三大市場のオープン時間は、寝動きととう値動きがとても活発になるんで、FX トレードをするのに最適です。ただし、市場が切り替わる時間帯においては、寝動きが逆行する傾向にあるので、そこは注意が必要になってきます。で、取引通貨の市場のない時間帯、重要指標の発表前、祝日国の時間帯、この3つの時間帯は取引をしない方がいいです。 ということで今日の動画は以上ですもし今日の動画ためになったという方がおられたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますということでありがとうございました